おっすー、殴られ屋ケンジでーす。今日は大阪にあるアンポルキアさんのジムに来ております。 K1 王者と戦います。めちゃくちゃ身長高い選手なんですよね。楽しみです。全部避け切りたいと思います。ほな行ってみましょう。楽しみやなー。このね、まだ時間もドキドキするんですよね。身長180ぐらいあるんちゃうかな、確か。めちゃくちゃ高いんですよ。身長高いんで距離感詰められやすいと思うんで、相手のインファイトに行こうかなと思ってますっていうのが今日の作戦です。うまいこといくかどうかは分かんないですけど現王者ですからね、 K1 の。楽しみやな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。おお、ありがとうございます。殴られに来ました。あ、殴られに来ました。怖え。いや、イケメン、イケメン VS メガネです。よっしゃー、避けきろ。え、ちっちゃいちっちゃい、グローブちっちゃ。あ、ダメですか。ダメです。めちゃくちゃちっちゃいっすね。ダメですか。死ぬよ俺。あ、本当ですか。これでガードの隙がこういったからです。ダメですか。容赦ないっすね。おっす、今日お願いいたします。アンポルキア選手です。いやいや、まあそうですね、かっこいいですね、これね。え、いや、めちゃくちゃいい、かっこいい人がかっこいいもん持ってる。いや、まあごちごちですね。腹立つ。顔交換してくださいや、それよく言いますわ。かっこいいじゃないですか。いやいやいや、髪型だけでそっちか。いや、今日はお願いいたします。いや、あります。今体重は、今は、まあ試合決まってるんですけど、そうですね、まあ、でも75ぐらい、いつも10キロぐらい減量するんで。結構されますね。そうなんですよ。この身長で10キロも、いや、めっちゃきついですね。きついですね。だっていつも試合の時みんな身長ちっちゃく見えますもんね。あ、僕がね、あの、うん、試合が中高いからってことですね。そうです、そうです、そうです。いや、すごいな、楽しみ。え、ちなみになんか今日、はい、何発当てたるぞみたいな、なんか、はい、動画見たんですけど40はいきたいですね。おお、いやいやいや、一発もかわさせない。まあ、無理ですけど、フルコンボ。まあ、でも4よりかは本当は出ないなとは思ってますね。おお、うわ、楽しみです。今日の作戦みたいなのあったりされますか。今日の作戦、うん、いや、そんなのは何も考えないです。おお、はい、なるほど。たまに蹴り入れていいですか。絶対あった。すぐのルール今なってるところ、こう言っていいですか。一番怖い、そういう作戦から。ひるんだところ、マッパで全部いっちゃう。容赦あらへんぞ。手長っ。めっちゃ降ってくるね、これ。降ってくるパンチですね。うほー、長いわ、長い、長い。あ、手長いでしょ。長いっすね。ちょっと多分ね、キャラした日本人がちょっと違うんですよ。外人とこうしても本当変わんないぐらい長いですよ。めちゃくちゃ体にも目の回れてますね、体型。ちょっと手の長さ、リーチいいですか。いやいや、見て、もうグローブ1個分ぐらいちゃうからこれ。いや、そうっすね。え、大人と子供じゃないですか。すごい、これはやばいな。強敵や。首にね、ストレッチ大事なんですよ。この首のストレッチをしっかりしとかへんと痛めます。はい、いつも忘れるから、これ先取っとかな。元気の選手なんですか。いやいやいや、もう3年半前に引退します。ああ、でも年齢僕と一緒ですよね。え、今おいくつ。25です。今年25、はい、あ、一緒ですよね。それ3年前に引退したんですか。そうです。早いでしょ。ああ、ああ、ねえ、やっぱ引退したらダメです。渋いですね。あ、そこ全然生えないんで。羨ましい。同い年ですね。え、K1 甲子園とか。いや、出ないです、出ないです。あ、そうなんですね。自分その高校生の時とか全然監督やってなかったんで。え、昔からやってたんですよ。その時期はちょっとなんかぐれたかというか、はい、飽きてて。あ、そうなんですね。だからもう一回真面目にやりだしたのは20歳か。あ、そうなんですね。結構最近です。でもなんか元々からなんか結構格闘技されてるんですか。はい、そうですね。最初から格闘も完全にやったんで。ねえ、そうですね。空手ですか、出身。極真からです。あ、極真なんですね。見えないですね。どっちが、どっちが見えるわよ。結構30とか。ほんまですか。この髪型で30いないでしょ。いや、髪型は多分何十でもいないですよ。20でもいないですよ。そうですね。初めて見ました。まずか、よかった、これしといて。
きまーす。はい、はい。長かったっすね。なんかいつもより長く感じました。いやなんかこれやばいっす。ありがとうございます。やばいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。いやリーチさん、リーチ長いっすね。うまいな。いやいや、ありがとうございます。今日は食べれました。今日は食べれた。いいの。いや四ぐらい。四。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした？予想とやってみて。いやもうカースネップはめちゃくちゃ上手ですね。やった、ありがとうございます。こんな試合で当たらないことないんで。あ、そうですね。いつもクリーンヒットですもんね。クリーンヒットでもそうですね。あれハンドスピード自分結構この階級にしては速い方なんですけど。うんうんうん。でもなかなか本当当たらないですね。いやいや、ありがとうございます。嬉しい。すごい。いやなんか今まで身長高いし苦手だったんですけど、ちょっとだけ勇気もらいました。あ、ありがとうございます。よかったです。いやほんまね、伸びてくる。だから避けづらいですね。そうですよね、はい、ジャブが結構いつも試合でも当たるんですけどね。うんうん、そうですね。それも当てにくかったですね。いやもうなんか今蹴りがすげえ試合とか見てて、うん、そうすげえっていうイメージで、パンツを取ったらそのまま入るみたいな。そうです、ボクシングジムに今通ってて。おお、じゃあ次の試合、そうですね、パンチできたら多分自分で言ったらですね、まあ無敵になれるんで。おお今日なんですけど、はい、楽しんでいただけましたか？そうですね、まあ楽しいですけど、正直、まあ、悔しいなもっと当てれるかなと思ったんで、はい、でも楽しいのはめっちゃ楽しいです。うわ、よかったです、ありがとうございます、はい、こういうところやっていうのは、ね、やっぱ需要がこれからどんどん出てくると思うんで。おー、聞いた皆さん、需要出てくるらしいですよイベントとかでもね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。